文学の起源はフォークロア、金太郎や桃太郎さんみたいな昔話ですが、またその起源は怪談という説があるくらい、人間は昔から怖い話が好きです。ほう。一方で、得体が知れなくて怖いからこそ、人間は世の中の不思議なことを解明しようと科学が発展してきました。科学と怪奇は裏表、論理的なミステリと怪奇事件が結びつくのは必然です。ふむ。あっしも人としての原始時代、つまり子供の頃夢中になったのが怪奇な事件をチーム SRI が暴く、ドラマ怪奇大作戦。世界初のミステリモルグ街の殺人から、最近の金田一少年、島田総司のミステリまで普遍のパターンの昭和43年の作品です。ほうほう。特撮など今見ると古めかしいですが、50年前、携帯もパソコンもなかった時代。同じ日本だけど少し違った異次元の世界みたいで、その点でも興味深いのではないでしょうか。ところでコスプレもいいけど、マスクまで。ふ、ふ、ふ、ばあ、驚かないの？ばあ、きゃあ。